こんばんは。辺野古に新基地建設はできません。軟弱地盤でできません。そして今日は2015年9月の段階で防衛省はそのことを知っていて情報を公開しなかった 情報を隠したということについて、お話をしたいと思います。これは、共同通信が情報公開請求をやって出てきた資料があり、報道されたので、私も防衛省から直接もらいました。でこれは、平成二十七年、二千十五年九月の、まさに音波探査・変更計画書です。沖縄防衛局調達部で地質調査なんですね。でこれが。その 防衛省からもらった資料ですが、えこれがここの部分がとりわけとっても重要です。見えますかねえ。ここは探査範囲え。それから塞栓計画の中で。 B28 最も深い9 0ルのところなんですが軟弱な砂層粘性土層が広く分布している可能性がある米軍は埋め立て地内の地盤沈下にもナーバスになっている軟弱層の分布範囲が広範に及ぶ場合工事計画が大幅に変更となり事業への影響が増すまさにその通りです。防衛省はは改良工事事の申請を沖縄県にやり玉城デニー知事はこれを 不承認としましたその通りですこの改良工事をやってもうまくいかないんですそしてここの共同通信の情報公開請求で明らかになったことは2015年にそのことがもう分かっていたということです B28 においてもうとりわけ可能性があるとしてるじゃないですかなんでこんなことを2015年で分かっていたのにえちゃんと 沖縄県に、そして国会に、国民に明らかにしなかったんでしょうか。まさに不誠実です。辺野古に基地はできません。現在、名護市長選の最中です、えー。辺野古に基地はできない。2015年もこのことは分かっていたということを強く言いたいと思います。